リンリンハローパラレールリニパラレルのリンドです。はい、今日はですね、たまにいただくご質問にお答えしていこうかなと思います。で、そちらに入る前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして X、インスタ、TikTok やってますので、よかったらフォローお願いいたします。はい、で、よく聞かれる質問の方なんですけれども結構ね、ペットがこうやって増えている状態で、なんでそんなにペットを飼育してるんですかっていうのを、結構たまにはちょっと日本語おかしな、まあ、それなりに聞かれるんですよね。なので、それについてお答えしていこうかなって思うんですけれども、まあ、理由は2つ。1個は、本当に動物が好きだからっていうところですね。で、まあ動物が好きなので飼育をしていくことが苦ではないのと、まあ趣味だからっていうところですね。で、現状でいくと、フクロモモンガが 1,2,3,4,5,6 匹、6で、マウスが今大人の子が7匹で、その子供がおおよそ7匹ぐらいそのまま大きくなると思うので、一応その7匹はペット化しようと思ってるんで、 7の7だから14で、レオパが2、で、サンショウが、3匹、沖縄シリケイモリが1匹で、エジプシャンルーセットコウモリが1、サバンナモリタが1で、文鳥さんが今いろいろあって3匹になっていて、で、セーブシシバナヘビが2匹で、青大将が3匹っていう状態ですね。なので魚類以外はうちにいるっていう状態になっております。で、結構、次から次へと新しい子をお迎えしてっていうことも聞かれて、あれなんですけれども、1個だけ言っておくと、こうなんだろう、ペットショップで、ね、実際に購入していることを、ご友人から、まあ、プレゼントという形でいただくこととかもあって、まあ、ご友人の計らいというところで、それでうちで受け入れていいよっていうことだったりとか、あとは保護っていう形でね、うちで保護させていただいたりとか、あとは、まあ、本当に私が昔から飼ってみたくて、で、友人がね、計らいで、こう、誕生日だから凛とみたいな感じで、いただいた子とかっていう形で、まあ、譲渡されて、うちに来た子とかっていう形だったりして、なので、なんだろうな、次から次へとペットショップに行って、バンバン買ってるっていうわけではない状態ですね。なので、まあ、その時その時の出会いというものがあって、で、中ではね、うるさいの中ではね、なんて言うんだろう、お迎えというか、保護できませんかとか、引き取ってくれませんかって話があった時とかもあるんだけど、ツイッターとか、ツイッターじゃない、もう今 X か。X とか、あと TikTok でも DM いただいたことあるし、インスタで DM いただいたこととかもあるんですけれども、基本そういうのはお断りしてます。あんまり、引き受けないようにしてます。なので本当に知り合いの方から、まあ引き受けるようにしたりとか、本当仲いい、その、関係性がね、構築できてる人から、うちに来るって感じですね。はい。まあ、っていう感じで増えてはいますけど、まあ動物が好きだからっていうのが1個目の理由ですね。で、2個目の理由は、まあそういう風にうちにね、出会いで来るっていうのもあるんですけれども、多分ですね、別に厳しかったわけじゃないんですけれども、反動ですね。小学校の時から、まあ動物が本当に大好きで、小4ぐらいの時には、の夢がコウモリを飼育するだったんです。で、まあ今実際ね、エジプシャンルセットコウモリ、ちょうどこのカメラの画角の裏のところにね、ケージがあるんですけれども、で飼育していて、で、そのエジプシャンルセットコウモリの、まあ飼育というよりは、もともとはね、インドコウモリだったんですね。丸山動物園にインドコウモリがいて、そのインドコウモリを見てるときに、飼ってみたいなぁ、フルーツバットってこんなのいるんだなぁというので、飼育してみたいなぁっていうのが、結構横長のケージでなんか飼育されてたんですけども、今、爬虫類両生類館みたいななんか展示施設があるんですけど、そこがね、熱帯雨林館だかなんかね、熱帯なんたらって言って、蝶がめっちゃ飛んでる、その、
植物がいっぱいあるエリアと爬虫類がいるエリアと、でなんか途中の通路のところにその夜行性の動物みたいのが集まってるエリアがあって、そこにねいたはずなんだよね。もうね昔だからどんな感じだったか覚えてないんだけど、はい、っていうところでまあうん、その好きだったっていうのがあって、でさっきのねあの反動っていう話に戻ると、まあ、そうやってそういう風に動物園とかあと動物に触れる機会っていうのが多くて、でまあこれはねしょっちゅう言ってるんですけれども、実家が優雅になんですけれども、大丈夫？ピヨピヨしてるの？喧嘩じゃないね。大丈夫？あの実家が優雅になんですけれども。結構ね野生動物がいっぱいいるんですよ。エゾモモンガに出会ったこともある。まあ、でエゾモモンガは私は保護したことはちゃんとしたのはないけど、あの親がね父親が家の中に出てきて、でとりあえず家の中に暮らしてたっていう話を聞いたりとか、あとはなんだろうな、鳥さんもねなんかをね保護したんだよな。なんか白い鳥覚えてないんだよね。私がねあれね保育園とか小学校低学年ぐらい、弟が生まれる前ぐらいなので、弟が私が小学2年生の時に生まれてる子なのでちょっと記憶が曖昧ないんですけど、そうやってなんかまあ今だとね法的にあんま保護してたりとかすると怒られるね、あの法改正もあるけれども、子供の時とかあと小さい時ってそういうのがねあんまりしっかりしてなかった時代なのであれなんですけど、なんかそんな感じで保護っていうか、まあ怪我してたからちょっとだけみたいな感じで、まあでもちょっとしたら野生に返してたような記憶なんですけれども、ちょっと覚えてないな。まあそんな感じでいろいろ触れ合ってはいたんですけれども、で実はですね小学2年生ぐらいかなか3年生ぐらいの時にですね、私実はアレルギー性鼻炎になってしまって、うちにハムスターがいたんですよ。でハムスター繁殖して、まあ、子供生まれてみたいな感じで、でそのハムスターがちょっとの間私がおばあちゃん家にいて、それがね弟が生まれるタイミングだったのタイミングでアレルギーになって、で毛の生えた動物が飼育ダメになったんです。アレルギー出ちゃうからね。で犬猫とかも大好きで、おじいちゃんの兄弟だったかなの家がすごい猫がいっぱいいる家があって、その猫の家で遊んでたらもう呼吸困難になるぐらいもう鼻炎すごくなっちゃったりとかいろいろあって、でまず毛生えてる動物がダメになっちゃって、でその後に蛇とか爬虫類にハマっていくんですよ私が。だんだんだけどうち母親があんまり好きじゃなくて、一回押し入れでね隠れて飼育してたらまあ爆切れされて、でまあただ堂々と飼えみたいな話にはなったんですけれども、なんだろう好きな動物をいろいろ飼えるとかっていうわけではなくて、やっぱ野生で捕まえてきた子とかそういう子っていうところのカテゴライズで止まってたっていうのもあって、なんだろうな、いろんななんだろうちょっと珍しい動物を飼ってみたいっていう欲がすごい出てくるようになったんですね私が。その普通世間一般にいる動物じゃないものを飼ってたので、そしたらそういう欲にまみれていった結果が今これかなっていうところですね。って言ってもまあフクロモモンガも今ねメジャーになりつつあるし、まあ文鳥はメジャーだし、まあ爬虫類も最近メジャー化してきてますよね。レオパなんて特に、まあ私は最初レオパっていう表現は全然なんか馴染んでなくて、もう子供の時からずっとヒョウモントカゲモドキっていう風に認識してたんで、ヒョウモントカゲモドキって気持ちだけど、まあレオパだったりとか、そうサンショウとかはまあメジャー化はあんましてないかな、うんっていうところですけれども、まあそんな感じで、うん、動物を飼育していくようになって、反動でなんかいっぱい飼ってるっていうところですかね。で今ね3つ目の理由がちょっとだけあったので、それは最後に話してきて、まあ、そういう感じで、まあなんだろうな、ちょっとその子供の時とかに飼えなかったものを今飼うっていう反動になってる気がしますね。だから社会人になった時にもねシマリスをお迎えしたりとか、ウズラをお迎えしたりとか、ハリネズミもお迎えしたりとか、あとウーパールーパーもいたかとか、まあそんな感じでこうお迎えをしてるんですけれども、まあそういうのの反動がいろいろあっての今なのかな。反動っていうか、
なんだろうな、小学校とかの時にできなかった復讐劇って言ったらいいのかな、なんかそんな感じですね。復讐劇っていうのもあれだけど、あの時できなかったことを今やってるっていうのが現状ですね。でやっぱこう動物に囲まれてる生活っていうのが私は好きですね。うん、なので結果的にこうなってるっていうところでございます。で3つ目の理由が今こうパッとこう過去のフラッシュバックをしてて思ったのが、ある方に2人憧れた人がいて、1人は椎名誠さんっていう方、作家さんですね。で椎名誠のでっかい旅っていうなんかフジテレビでやってた番組で、その自然と触れ合ってる番組だったので、その時はねアマゾンに行くだったから、でピラルク捕まえたりとか、でピラルク捕まえて食べてたはずなんだよな、とかあのアマゾン川を渡ってこういろんな動物に出会うっていうのを見て、わあすごいなって、こういうなんだろう珍しい動物というか亜熱帯にいる動物ってまた生態がちょっと違ったりとかっていうのがして、わあなんかかっこいいなと思ったんですよ、その椎名誠さんを見た時に。っていうのと、もう一つがムツゴロウさんですね。まあもうちょっと最近亡くなってしまいましたけども、あのムツゴロウさんにめちゃくちゃ憧れてました。ムツゴロウさんのあの動物に対する愛の表現というか、あれがすごいなって思ってて、でやっぱりムツゴロウさんを見てちょっと育った世代ではあるので、ムツゴロウさんみたいにっていうところですかね。そうだからね、ムツゴロウさんとかに憧れて、でブリーディングとかああいう風にいろんな子っていうので、まあこれも派生した話だけど、今ちょうどね中に着てる T シャツがポケモンなのよこれねこれポケモンセンターで買ったやつで部屋着用のやつなんだけど、ポケモンとかデジモンとか、ドラゴンクエストモンスターズとか何かを育成するっていうのがそもそも好きなんですよね。多分これはもうそもそも子供の時から動物が好きっていうのがあって、でまあポケモンが周りで流行ってたから乗ったっていうのもあるかもしれないんですけど、私はポケモンで対決をするのが好きなわけじゃないんです。私バトルに関しては全然弱くてなんですけど、コレクションっていう言い方あれなら、ブリーディング、好きな子を育てていく、愛情を注いでいく、でその子をめでるっていうのがすごい好きで、ポケモンも本当に好きな子をめでていって、まあ、全ポケモンを愛してるかって言われるとまた違うんですけど、本当に好きなポケモンを好きなように愛して育成していくっていうところ、それが多分動物も同じ。好きな子っていう言い方はあれだけど、まあ、うちにいる子全員好きな子なので、好きじゃなきゃお迎えはしないので、そういう好きな子をこうお迎えして、その子たちをめでていくっていうのが多分好きなんだと思うんですね。なので3つかな、理由としては、まあ、元々動物が好きだったよっていう、まあ、この動物が好きだったよっていうところに付随するのが、そういうポケモンとかね、ブリーディングって言ったらいいのかな、なんて言ったらいいんだろうね、まあ、育てていくっていうのが好きだったよっていうのが1つで、もう1つは、まあ、幼少期の反動ですと。で最後の3つ目が、憧れている人たちがそういう動物にね携わったりとか、そういう映像を私に記憶として残してくれたっていう、この3つがあって多分今の私になってると思います。なんでね、ムツゴロウさんめちゃくちゃ憧れるんですよね、はい、っていうところでございます。はい、っていう感じのね、聞かれたお話にお答えさせていただこうかなと思って動画を回しました。久しぶりにもう完全に寝起きで動画回しててね、でめっちゃここが気になりながらねやってくって感じでございますね。はい、なんでご質問いただいておりました、なんでこんなに飼育するのっていうところはそんな感じですね。じゃあ最後サムネイル用の写真だけね、サムネイルね最近ね私の顔ありになってたりしたんだね、顔なしのこんな状態でね、ペットの飼育環境を映した状態で、サムネイルにしよう。これサムネイルいいね。こうしとこうか。こうしとこうか。こういう感じで。お答えしますみたいな感じで。よし、これでいこう。はい。で、今ね、さっき言ったコウモリさんとかね、ここにいて。はい。で、あっちにね、シェフィーさんがいたりとかっていう感じで。はい、そんな感じでございます。はい、本日のね、動画の日記、Vlog としては、そんな感じのお話になります。は
はい、またこんな感じで動画撮っていこうかなと思っておりますので、よかったら、こちらのチャンネル登録、そして高評価、そして X インスタ TikTok、各種やっておりますので、よかったらフォローお願いいたします。ということで以上リンドでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では以上リンドでした。